高月駅。高月駅は、大阪府高月市白梅町にある、西日本旅客鉄道、JR 西日本東海道本線の駅である。駅番号は38、JRA38、JR 京都線の愛称区間に含まれている。京都駅大阪駅間の鉄道が付設されたとき、高月にあった、高月城の石垣を切り崩して、鉄道建設に石材が流用された。 そして大阪向町駅間が開業した際に唯一の中間駅として当駅が設けられた。1877年、明治10年に京都駅まで延伸され、当時全線単線だった。また、高槻は大阪と京都のほぼ中間地点に位置していることから、大阪駅と京都駅をほぼ同時に発車した列車が当駅で交換をったと言われている。 駅構内は6線あり、島式ホーム2面4線の外側を単式ホーム2面2線、いずれも12両編成対応が挟み込む地上駅である。北側、上り方には上下線間に挟まれた8両編成対応の留置線が2線あり、各駅傾斜の折り返しに使用されている。また留置線の先は、高架で上り線、内外線ともを乗り越え、 その先のアボシ総合車両所、赤カ所高月発出所、旧高月電車区につながっており、夜間対白などを行う列車はこの線を走行する。改札口は、京城駅舎の中央口と、地下通路で、ホーム、郊外を結ぶ西口改札、新設された1.6番乗り場専用の北、西口、南西口の4カ所。自動改札機は、愛古化、総合利用格。 IC カードに対応。当駅は、駅長が配置された直営駅であり、管理駅として、東海道本線、JR 京都線の島本駅水田駅間の各駅を管理しているが、茨城駅と水田駅には、地区駅長を配置し、茨城駅が、千里岡駅を、水田駅が、岸辺駅を管轄しているため、当駅が全面的に管理下に置いているのは、 島本駅と接地と大駅の二駅のみである。隣の島本駅との駅間距離は 5.3km あり、JR 京都線内で最長となっている。運転取扱い場の故障、線名は以下の通り、2016年3月26日の新快速、専用ホームの新設に伴い、運転取扱い場の番線と旅客案内上の乗り場番号が揃えられた。 上り外側線からは1.2番線に、上り内側線からは2.3番線に、下り外側線からは5.6番線に、下り内側線からは4.5番線に発着できる。また、上り内側線から4番線への進入も可能であり、ダイヤが乱れた場合に当駅止まりの普通が4番線で直接折り返すこともある。電車区への進入、出発は2から5番線から可能。 当駅は四十二列車が多く、また新快速、快速を91番4番乗り場で共用していたため、当駅構内の開通待ちによる、機替停車、または徐行する列車も少なくなかった。これを解消するために、外側対比線であった1番線と8番線を廃止し、その位置に外側専用のホームを増設する工事が行われ、 2016年3月26日から使用開始となった。2016年3月25日までの乗り場は以下の通り、運転取扱上場の故障では3番線が1番乗り場、4番線が2番乗り場、5番線が3番乗り場、6番線が4番乗り場であった。駅改良工事により増設された短式ホームには昇降式ロープ柵が設置されている。 このロープ柵は桜島駅及び六甲道駅において施行されていたもので、両駅での施行結果を踏まえ、全国で初めて当駅で実用化された。昇降式ホーム柵は、美和湖線、JR 京都線、JR 神戸線のように、ドア数の異なる車両にも対応でき、スライド型のホームドアより設置コストも低いとされる。改札外には、セブンイレブンハートイン、パントリー、 複数のスイーツ店などが出店するスイートプラザが隣接し、改札内にはセブンイレブンレイリーインがある。駅舎北側のミスタードーナツ横にある南北連絡通路は、地上駅時代に北口、南口、プラットホームを連絡していた改札内通路を再利用したものであり、ホームへ通じていた階段跡が切り欠きとしてっている。ホームと中央改札口の間に、 エレベーターのボリューリエスカレーターが設置されている。また、2010年3月には、中央口南出口の京都側に、エレベーターが設置された。中央口北側については、アクトアモーレのエレベーターを使うことになる。西口は、駅の南北を縦断する、地下道、自由通路に面した地下に設けられている。券売機と改札機のみで、校内店舗、駅中等は設置されていない。 駅改良工事によって設けられた1番6番ホームは西口と接続しておらず、ホーム生誕の地上に独自の改札を備えている北、西口、南西口。したがって、新快速・特急サンダーバード、関空特急遥かに乗車する場合には西口を利用せずに方向に応じて北、西口、南西口を利用する必要がある。 日中時間帯は1時間に16本新快速、快速、京都方面行きは当駅から、普通がそれぞれ4本、普通電車、各駅停車、当駅折り返しは8本停車する。普通電車は、半数が、快速、新快速と接続を取る。なお、当駅で接続を行わない、普通電車のうち、大阪方面への下りは新大阪駅到着までに、新快速に追い抜かれる。 朝夕は本数が多くなり、京都駅発着の普通電車も設定されている。2009年3月13日までは、大阪方面から1時過ぎに終電が到着していた。現在はこの列車は廃止されており、1時前の到着となっている。1987年4月1日時点では0時50分であった。2018年、 平成30年度の1日の平均乗車人員は64,944人で JR 西日本の駅の中では新今宮駅に次いで第11位である。ちなみに1位から10位までの駅はすべて府県の代表駅であるか、もしくは大阪市内の私鉄との乗り換え駅である。乗車人員に対してホームは狭く、朝夕のラッシュ時は大変混雑する。また、当駅は、 乗り換え路線のない JR 西日本の駅では最多となっている。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。北大阪地区随一の商業集積地である。高槻市営バスを中心に多数のバスが当駅を中心に発着している。高速バスは、名神高速道路に、名神高槻 BS があり、高槻市営バス、緑が丘バス停から徒歩3分程度。 ここから各方面へ行くことが可能である。北口には今まで JR より北側へ向かう高槻市営バスのみが発着していたが2015年10月1日よりウィラーエクスプレスが東京行きの路線を開設した運行は日本高速バス。南口には高槻市営バスの他系半バスが乗り入れている。かつては半急バス。 深夜急行バスの校舎扱いのみも乗り入れていたが、2017年4月1日から取りやめた。6番乗り場と番外乗り場を除き、JR より南側に向かう路線が発着している。西口にはもともと高槻市営バスのみ乗り入れるバスターミナルがあった。主に JR 富田駅経由や市西部地域へ向かう路線が発着していた。現在は、 すべてのバスが再開発事業終了に伴い、北口バスターミナル発着となり、平安女学院大学、関西大学、JR 富田駅、JR 富田駅経由高田阿部山、が、佐原、萩谷方面に乗車できる。日吉台行きは、経路変更により西口バス停を通らない。かつての西ターミナルは、1番乗り場、日吉台、2番乗り場、なし過去に、 緑が丘、二中前経由循環、三番乗り場、名、佐原、高段阿部山、JR 富田駅経由、四番乗り場、平安女学院大学、関西大学。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。